キャリア官僚とは、日本における国家公務員試験の総合職試験、上級公主試験または、愛種試験等に合格し、幹部候補生として、中央省庁に採用された国家公務員の属称である。高級官僚とその候補生の登用、昇進のシステムが、キャリア制度と呼ばれる。採用時の試験区分によって選抜された、幹部候補グループは、 その他の職員と区別して、一律に人事管理が行われ、より早いスピードで昇進、高級官僚の地位を、ほぼ独占する。しかし、各府省ごとに、システムが若干異なり、府省ごとに違う意味で捉えられることが多いため、統一的な定義はない。どういう人までをキャリアと呼ぶかも、各府省で異なる。国家愛主の、行政、法律。 経済区分に合格したものを指すこともあるが、講義は議官を含めた国家愛主合格者全体を指す。ただし、法務省では一部の検察官がキャリアとして扱われたり、都道府県警察を含め多くの職員を有する、警察組織は国家通詞警察庁採用の警察官について、順位キャリアと呼ぶ場合があるなど、例外も見られる。 制度とは呼ばれるものの現行のキャリア制度について、法的根拠は存在せず、全くの慣行として事実上の運用がなされている。昇格や給与などの待遇は、他の公務員と比べ物にならないほど良いと思われがちだが、明らかな差がつくのは入賞して、相当の経験を積んでからとなる。キャリアは、政策の企画、立案や法令案の作成といった。 法制担当などの責任の重い職務が割り振られることが多い。定時就業などまず望めず、体調時間が非常に遅くなることも少なくない。ほぼ全員が本省室長クラスまで横並びで昇進し、その後の出世競争から脱落したものは、府省の地方支分部局、地方公共団体、 外閣団体などの幹部職員として出向したり、民間企業に再就職あるいは政治家に転身する。一部は高級官僚まで昇進し、一般に同期入賞または後年入賞の事務次官が誕生するまでに、同年時のキャリアは定年を待たずに退官する。日本銀行や元々国の機関であった組織も、特定大学出身者の優遇などといった形で、 キャリア制度が残存し、特殊法人、地方公務員や戦前からある大企業でも、キャリア制度に類似した採用、昇進のシステムを存続させているところもある。事務次官級キャリアの一般的な最高位は、各府省の官僚の最高位となる事務次官である。また公正取引委員会は、事務総長、警察庁は警察庁長官、金融庁は金融庁長官、 消費者庁は消費者庁長官。会計検査院は事務総長が事務次官と同格の指定職法級表8号法の官僚の最高位のポストである。内閣官房では特別職の内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官もいずれも政権中枢の業務を担う事務次官級のポストである。ただし同じ長のつく官庁でも 消防庁、水産庁、気象庁などの長官は、指定職法級表6から7号法であり、事務次官級に位置づけられるものの、各省事務次官よりは格下である。また、文化庁といった上部組織が存在する省庁では、最高位の長官は、上部組織の事務次官より、立場上格下である。なお従前は、外務省では、事務次官任官後に、 特別職の認証官である特命全権大使の一部に任官する例外的な運用が続けられてきたが2001年から2002年頃の外務省機密費流用事件や鈴木宗男事件などの不祥事を受けた改革で事務次官を名実ともに外務官僚の第一人者として指導力、求心力を強化しキャリアの最終ポストとすべきとする報告書が提出されて以後は 事務時間がポストの頂点と位置づけられている。これ以後に事務時間経験者が大使職に就いた例は二例のみに止まる。副大臣級一般的にその職務の重要性と権限から各省の事務時間を超えたキャリア官僚の頂点とされるのが内閣官房の内閣官房副長官である。同職は副大臣級で特別職の認証官であり、 閣議への賠席も認められ、事務次官投会議を主催している。旧内務省警官庁である警察庁、旧自治省、旧厚生省において事務次官級のポストを務めた経験者が就任するのが慣例となっている。官僚が就任する他の副大臣級の役職としては、認証官の宮内庁長官。 慣例的に閣議への賠償が認められている内閣法制局長官があり、官僚出身者がつくこともあるポストとしては、厚生取引委員会委員長があり、いずれも特別職である。大臣政務官級内閣官房副長官を補佐する特別職の内閣危機管理官と国家安全保障局長は大臣政務官級であり、政権中枢の業務を担っている。 官僚と官僚出身者が就任することもある他の大臣政務官級の役職としては、いずれも特別職の認証官である人事官、検査官、自重長がある。国務大臣級官僚出身者が就任する例の大井人事委員総裁と会計検査委員長は、さらに格上の国務大臣級であり、特別職の認証官である。法務省における例外的運用例外的に、 法務省では認証官の検事総長、次長検事、検事長の方が事務次官より待遇が格上であり、給与面は、検事総長は国務大臣級、東京高等検察庁検事長は副大臣級、次長検事と検事長は大臣政務官級と定められている。これは、検事が職務上対応するポストが三権の一つの手法を、司る。 裁判所の最高裁判所判事や高等裁判所、長官であり、対応する裁判官に合わせた待遇とされているからである。高等官7等事例書。上は埼玉県警察部の冒険士に、下は埼玉県庁の防理時間に発令された、モノキャリア制度とは、明治時代に大日本帝国を近代国家にするため、ドイツ帝国の公務員採用制度を参考にし、 1888年にスタートした司法制度に期限を持つ。この時は帝国大学出身者は無試験で任用できるようにし、不足した人数を帝国大学出身者以外の試験選抜という形で採用した。もっとも帝国大学卒業者の無試験任用は批判が多く、1894年に高等分間試験と呼ばれる今のキャリア採用制度と、 同様な制度が誕生した。公文合格者は高等官と呼ばれたが、他の管理とは直例によって厳格に区別され、現在のキャリアと比べても極めて速いスピードで昇進した。戦後、GHQ は従来の身分制的な公務員制度を改めるべく、アメリカ的な職会制の導入を はじめ様々な改革を試みたが、各省の抵抗もあって、不徹底に終わった。公文試験は名前を変え国家上級を経て、国家哀主となったが、採用制度と昇進制度はほとんど変化していない。戦後は、制度上廃止された高等官に代わり、キャリアの後が続賞として定着した。武官については、陸軍大学校と海軍大学校卒業者が、 公文号各社に類似した形で、各軍における指導的な地位についていた。戦後に創設された自衛隊の自衛官は、防衛研究所一般家庭、各自衛隊幹部学校の指揮爆料家庭、幹部高級家庭、統合爆僚学校一般家庭及び、外国陸、海空軍大学等の卒業生が指導的地位に昇進している。明治以来の高等文官制度、 および戦後それを非公式に継承したキャリア制度は、世襲や門伐、反伐による高級官僚登用を防ぎ、かつ職員間の過藤競争を回避し、日本の近代国家化、発展に大きな役割を果たした。2008年に成立した国家公務員制度改革基本法に基づき、国家愛主、通主、スリー主試験は2011年度を最後に廃止され、 2012年度から総合職、一般職、専門職区分による国家公務員採用試験が導入された。新たに設けられた総合職試験は政策の企画立案に係る高い能力を試す試験とされたが、幹部候補の育成については別途幹部候補育成過程を設けるものとし、課程対象者の選定については採用後、 一定期間の勤務経験を経た職員の中から、本人の希望及び人事評価に基づいて随時行うものとされている。この制度変更によって、現行のキャリアシステムは廃止され、根本的に異なる仕組みが出来上がると当時の渡辺、吉見行政改革担当大臣は、国会で答弁しているが、実際の運用では、総合職試験は、旧愛主試験を、一般職試験は、 通種試験及びスリー種試験を継承するものとみなされており、キャリア制度の修正に至っていない。古代から官僚は存在し、資格人容制による官僚登用制度も存在していた。しかしそれは、日本では基本的に貴族や武士を対象とした世襲と門伐、すなわち家計によるものであり、庶民が高級官僚になることは実際は厳しいものだった。 やや例外的に、平安時代は、法略未という官僚等用試験が存在していた。この試験は、当時の大学院生が対象であり、当時の大学は、入学資格として、5位以上の官人の指定であることが、要求されるが、初期の大学寮は、聡明なものなら無意のものでも入学が許され、大学寮での成績が優秀な学生であるなら、指揮部署が行う。 官人登用試験である紳士を受験し合格すれば、官人になる道もあった。稀なことではあるが庶民から紳士に合格し、下級官人となり、最終的に貴族にまでなった人物として、有三分継ぎが知られている。江戸時代では、旗本と御家人の指定のみを対象とした、官僚採用試験が行われていた。逆に、中国の家居においては、 試験の難易度や勉学に集中できる環境を整える難しさから実際には過去の合格者からなる次第部や浮遊階級の子息などに限られていた。戦前まで高等官の採用数は昭和一桁時代までの旧大ラ賞が5から10人前後であったように現在のそれと比べれば少なかった。とりわけ戦後になって 各省ともキャリアの採用数を増やしたため、全員が局長までたどり着けず、キャリア各人のモチベーションの維持にも大きな作用があったことが指摘されている。1980年代までは事務官として採用されると30歳で地方の税務所長、警察所長、郵便局長などにつき、本省課長クラスは大企業の社長に、 行政指導という形で号令をかける立場になれ、さらに甘くりして、約70歳までは職に困ることはないばかりか、生涯賃金で多くの民間企業を圧倒するということで、非常に人気が高かった。しかし、経済のグローバル化による政府の存在感の相対的な低下、民間企業などとの給料の格差や著しいサービス残業、 及び不祥事の頻発とマスコミの公務員バッシングによるイメージの低下等から東京大学出身者を中心に外資系をはじめとした条件の良い民間企業への流出が起きている。近年では少子化に加え過酷な長時間労働の実態が報道されるようになり受験者数が減少している。近年では総合職職員として4から10名程度採用されている。 人事院のキャリアは、人事院規則などの法令の改正作業や、企画立案、査定業務などの重要ポストを早くから経験し、他省庁などへの出向の機会も早くから与えられる。通常、係長は5年目以降に、課長補佐は10年目以降に昇進する。通常、ノンキャリアは係長になるまで20年以上、課長補佐になるまでに20年以上かかる。 人事院の事務方トップは事務総長である。ここ最近は総合職職員として11から16名程度採用されている。キャリアは内閣府元府のほか内閣官房や旧内閣府国民生活局を改祖した消費社長などに数多く出向している。区内庁、公正取引委員会、国家公安委員会及び金融庁は 内閣府の外局であるが、完全な別採用であり、人事も独立している。内閣官房同様、政府のその時々の課題に応じ、臨時の組織が設置されることが多いが、その場合の組織は、ほとんどは、他省庁からの出向者で占められる。ここ最近は、総合職職員として6から8名程度採用されている。厚生取引委員会の所管法律は、 独占禁止法、下請け法及び完成談合防止法など、限られているものの、その適用範囲は広範であり、職権行使の独立性と広範な裁量を付与されていることが特徴である。キャリアも独占禁止法のスペシャリストとしての経験を積んでいくこととなり、退職後に法学部の教授に就任する例も多い。警察庁と同様に、タフ省における、 大臣、副大臣、大臣政務官のような政治家が任用されるポストは、なく、幹部ポストはすべて公正取引官僚が就任する。公正取引委員会の事務方トップは、事務総長と同等である。ここ最近は、総合職職員として25から35名、程度採用されている。警察庁は、他府省における、大臣、副大臣、 大臣政務官のような政治家が任用されるポストはなく、幹部ポストはすべて警察官僚が就任する。警察庁の事務方トップは警察庁長官である。このため、警察組織は日本の国家機関の中でもとりわけ官僚主導型の運営がなされている。国家公安委員会は警察庁を管理するが中央管理機関であり、国務大臣たる。 国家公安委員会委員長も警察官の最高位という位置づけではない。警察官は警察庁の旧国家愛主採用者、旧国家通主採用者と都道府県採用者に分かれている。警察官の場合、役職以外に階級による区分もあるため、他府省より一層差別化が進んでいる。警部補を初任とする国家エル主採用者は採用7年目に無試験で軽視に、 一斉承認する。他方、巡査を初任とする、都道府県採用者で軽心に承認する者の,の数は、少なく、最も早く承認したとしても学歴に関係なく45歳、程度であるため、両者の格差は大きい。旧国家通詞試験に合格して、警察庁に採用された、警察官は、巡査部長を初任とし、キャリアと同様に、無試験で承認するなど、 都道府県採用者に比べ有利に処遇されている。このため、公務員試験受験生の間では準キャリアと称されることもある。しかし、最高幹部へ至ることができないと見込まれる点では、他省庁の国家通襲採用者と同様である。ただし、昭和61年に始まった、この制度の歴史は、まだ浅く、それ以前は、都道府県警察採用の警察官が推薦を受けて、 警察庁に入庁する制度が存在した。この制度の歴史は比較的新しいものであり、以前は都道府県採用の警察官が推薦を受けて警察庁に転籍する制度が存在し、それは非常に名誉なこととされたが、時代の変遷とともに若手職員の価値観が変わり、昇進、名誉よりも霞が関での激務や全国規模での転勤を、 経営する傾向が見られ、制度が形外化したことも背景にある。キャリア、準キャリアとして採用された警察官は階級に関係なく国家公務員としての立場が確立するため都道府県をまたぐ全国移動がある。一方、ノンキャリアとして採用された警察官は都道府県単位で採用された地方公務員であるため立場が 国家公務員の扱いとなる軽視性以上の階級に承認しない限り都道府県をまたぐ人事異動はない。ただし、転席届により、他都道府県警察に移籍という形を取ることができる。ノンキャリアが都道府県をまたぐ人事異動の例外的な例としては人事交流がある。この制度は違う、都道府県警察同士がお互いに移動者を出す方式であり、 一方的に移動する人事とは性格が異なる。これらの警察官として採用される職員の他に、毎年技術系職員の採用が行われている。キャリア議官の最高位は警察庁情報通信局長である。キャリアは本庁でのみ採用される。技官や事務官は階級を待たない。ただし、技官キャリアが警察本部長をはじめ、 都道府県警察の幹部に就任する場合があり、その際には警察官に任用され警視庁等の階級を有することもある。ここ最近は総合職職員として10から15名程度採用されている。金融庁は平成10年に発足した金融監督庁が平成12年に改祖して成立した比較的新しい官庁であり、 金融庁採用のキャリア1期生は平成11年採用である。このため、現段階では旧大蔵省出身者が同庁幹部の大半を占めている。金融庁の事務方トップは金融庁長官である。近年では総合職職員として1から6名程度採用されている。消費者庁は平成21年に発足した新しい官庁である。 このため、現段階では、母体となった、内閣府出身者が、同庁幹部や、職員の大半を占めている。消費者庁の事務方トップは、消費者庁長官である。近年では、総合職職員として46から54名程度が、採用されている。総務省は、休日省、旧郵政省、旧総務省の三省庁の統合によって成立した。 そのため自治系、郵政系、総務系と事実上別々に採用を行っている。また、総務系は独自採用を行っていない内閣人事局と一体として人事が行われている。総務事務次官は事実上、自治省または郵政省出身者に限られ、総務省発足後の歴代総務事務次官は自治省出身者が最も多い。自治系キャリアは 地方公共団体の幹部として出向して、経験を積む機会が多く与えられる。入賞後数ヶ月で、都道府県の地方課や財政課に出向となり、本省勤務の後早いものであれば30歳を前に、して、市役所の部長、都道府県の課長クラスに、さらに本省課長補佐の後40歳前後で県の部長や政令市の局長に就任する。 その後課長級から審議官クラスとなり、若手の頃に出向した県に副知事や政令市の副市長など最高幹部として派遣される者も,も少なく、なく、そのまま知事選や市長選に出馬し当選する者も,も多い。本省内では自治財政局の格が高い。優政系キャリアは、他省庁や民間企業、在外公館、国際機関といった。 幅広い組織に出向して、経験を積む機会が与えられる。郵政省時代は、入省5年で郵便局長、その後地方郵政局課長となっていた。IT 企業への巨大な権限を背景に、民間企業との人事交流が活発に行われている。40代後半から選別が本格化し、日本郵政グループの役員クラスへ出向する者も、も少なからず存在する。 全般的に民間企業との距離感近さを背景として民間企業、特に IT 企業への転職が多い傾向にある。総務系キャリアは総理府、総務庁採用で行政管理、行政評価、統計、内閣人事局中心の勤務。官区行政評価局への出向もあり、事務時間も2人しか出せていない。近年では、 行政制度担当の総務審議官が最高ポストとなっている。近年では総合職職員として30から34名程度採用されている。法務省は防衛省の自衛官と厚生労働省の意見議官と同様に幹部人事に他府省と異なる官公が確立されている官庁である。法務省において幹部候補として処遇される職員には 国家総合職試験合格者から法務省に採用されたものの他に司法試験合格者である検察官及び裁判官で法務省に勤務する検事が存在しており、検事は国家総合職採用者に比べ優位な地位に立っている現状にある。ただし、検事の場合、法務省の幹部候補として歩むことが予定された者が1機当たり4から5名程度存在するとされ、 通常の検事とは異なるキャリアパスを歩む傾向にある。大半の検事は、体幹まで検察庁の現場で働くこととなるため、検事全員型府省における、キャリア組と同様に位置づけられているとは、必ずしも言えない。また、キャリア組類似の人事配置についても、あくまで流動的になされており、法務省勤務の勤務も機会も、上記のものにのみ限定されているわけではない。 法務本省の要職の多くは、検事で占められ、国家総合職採用者が、本省の局長になるケースは、例外的である。法務省では、事務次官は、検事総長を頂点とする検察庁のピラミッドの位置、家庭として位置づけられており、刑事局長を経験した検事が、法務事務次官、次長検事、 東京高等検察庁検事長等の要職を経て、検事総長あるいは最高裁判所判事に至るのが出世コースとされている。このように法務省人事は実質上検察庁と一体的に運用されている。国家総合職採用の事務官は伝統的に本省局長となれる可能性は低く、事務次官となったものは過去にいないなど、 たただし、近年では、国家総合職採用者の処遇が向上しており、これまでに、出入国在留管理庁、長官1名、強制局長4名、保護局長2名、人権擁護局長1名及び入国管理局長3名が、本省局長級以上のポストに就任している。と、人権擁護局長1名及び、 出入国在留管理庁、長官一名と入国管理局長一名は、それぞれ同一人物である。この他に、検事出身、事務系、キャリア出身以外に、ノンキャリア組系務官出身の強制局長一名が、いる。一方で、採用数が少ないことから、出世レースは、多少長ほど激しいものではなく、ほぼ全員が本省課長級から審議官。 管区局長級まで出世でき、強制的に甘くりさせられることもないので、安定性は、打省庁よりも高いと言える。法務省は、局ごとの縦割り意識が強く、国家総合職採用者の人事も、民事局法務局、強制局強制管区、保護局地方公正保護委員会、入国管理局地方入国管理局と、 特別に縦割りで行われているに起因すると見られている。ただし、形式上は、省として一括した採用が行われている。ここ最近は、総合職職員として26から28名程度採用されている。かつては、外務省は国家公務員採用愛種試験ではなく、独自の外務公務員採用愛種試験により、キャリアを採用していた。 キャリアの多くが定年前に特命全権大使になるなどの理由から人気が高い。外務公務員採用愛種試験は21歳から受験可能な一方で合格者名簿の有効期間が1年しかなかったため合格者の中に大学3年で中退をして入賞した者もおり、外務省では大学中退が飛び級的名誉とされていた。 外務公務員採用愛種試験では合格者の中に外務省職員の指定が多いことや外務省職員が特権意識を抱きがちなことが問題視されそれらのことと外交官試験が独立していることとの関連が指摘され続けた2001年より外務省キャリアは他省庁と同様に国家公務員採用愛種試験の合格者から採用されるようになったしかし 依然として、親が外務省職員の場合が多い。一つには、外務省職員の子は、子供の時から海外で過ごし、外国語がかなり堪能であることも、理由として考えられる。省内では、日米関係を担当している北米局長が出世の、最右翼ポストとされている。2016年度以降は、総合職職員として22から23名、程度採用されている。 財務省では、財務本省のほか、税関、財務局及び国税庁が、それぞれ独自にキャリアを採用している。しかし、本省課長級以上のポストのほとんどは、本省採用キャリアで占められ、キャリアといえども財務局、税関、国税庁採用者は、本省、本庁の一部の課長もしくは、地方支分部局の庁までしか昇進できないのが、実情である。以前は、 財務省本省で採用されると、入省後から6年目で地方の税務所長に就任する、観光があったが、大倉省接待汚職事件に橋を発する、大倉省改革の中で、税務所長に就任するのは、原則35歳以上とするように運用が改められた。財務省の中でも、予算編成を担う、主計局が強く、主計局主計官補佐や、 課長級の主計局主計官を経験することが出世に左右すると言われている。新規入賞者の場合、試験などの成績が高い者が大臣官房文書か、その中でも人柄の多い人物が大臣官房秘書か、ついで主計局総務課、主税局長坂につく傾向がある。数年が経過し、主計局総務課の係長になる者は、 大臣官房文書化を経た者が多い。主計局総務課の係長ポストがコースに乗っていると見られる背景には予算編成の際に100億円単位の金は年出しようと思えば可能と考えられているからだとされている。本省や金融庁のほか内閣府、環境省、防衛省など他の府省庁で事務次官時間級の審議官。 外局の長官になるケースもある。防衛事務次官の選考条件は、大倉省本省でも局長以上になり得、マクロな内外の情勢や財政事情の判断ができる人物とされていた。国税庁、財務局、税関国税庁、財務局、税関は、それぞれ10名前後採用している。国税庁キャリアは、地方国税局、本庁係長。 税務所長、本庁課長補佐、主税局課長補佐を中心に昇進し、国税局部長、本庁課長から、本庁審議官、地方国税局長か、国税府副審判所長が、最終ポストである。財務局キャリアは、地方財務局から、理財局中心の勤務でた省庁の出向、財務局課長と昇進し、本省室長、財務局部長、本省課長、 地方財務局長が最終ポストである。税関キャリアは地方税関、関税局中心の勤務で税関課長、部長、関税局室長から関税局課長となり一部が地方税関長に昇進する。ここ最近は総合職職員として31から44名程度採用されている。文部科学省は省庁再編後事務系、技術系。 施設系の3つに分けて、総合職の採用がなされる。事務系と技術系は、旧文部省、旧科学技術庁の事務官の流れを組むものである。承認昇格は、ほぼ対等で、入賞3から4年で、係長級、7年で、課長補佐級、17年で企画官、22年前後で、課長級。課長補佐級になる段階で、国立大学の部長や、 各地方公共団体の教育委員会の課長として出向する場合があるほか、多府省への出向もある。従来愛種採用者は本省課長までは同期が対等につくことができたが、省庁再編による課長クラスの減少で課長補佐、企画官の段階で外部への出向を兼ねてフェードアウトするケースが出てきている。最近では愛種新採用者が減少しているため、 愛主採用者が、係員のまま係長の席に着くケースや、従来愛主採用者の係員、係長がいた席に補充的に、本省通詞採用者をつかせるケースが出てきている。昨今の教育改革政策により、大臣官房や初等中等教育局等での、プロジェクトチームの増設により愛主採用者をこれらの、非常設のチームに投入する一方で、 他局腹替えの愛種採用者の配置が不足しているという指摘もなされている。課長級以上に、現下の課長から官房参加長各局筆頭課長、大臣官房審議官、部長、局長、大臣官房長、統括官、文部科学審議官、事務次官などがあるが、他府省と同様に選抜が始まり、徐々に内部に残るものが減少する。この段階では、 従来は各地方公共団体の教育委員会への教育長ポストへの出向や国立大学、青少年の家などの文部科学省の施設登記関に出向することが多かったが、地方文献家や施設登記関の大学法人化、独法化により徐々に出向先が減り、その結果内部での昇進が遅くなっている。 施設系の愛種採用者は主に国家公務員採用、愛種試験の理工愛区分合格者から採用され、大臣官房の文教施設企画部が官庁訪問の窓口である。採用後は同部を中心に国立大学等にも出向する。総合職職員として50から57名程度採用されている。厚生労働省では、 総合職種験合各社に加え、医師、科会師資格者から採用された、異形技官にもキャリアに相当する処遇がなされている。事務次官には、キャリア事務官出身者が就任する。技官においては、異形技官が2017年に新設された、時間級ポストの医務技官が最高位のポストである。局長ポストでは、異性局長、健康局長、老健局に、 異形議官が就任する。旧厚生省採用及び旧労働省採用の幹部は、それぞれの出身母体を継承したポストを中心に、承認を重ねている一方、中央省庁再編後の平成12年、採用者以降は、厚生部局と労働部局を交互に経験させるなど、統合が進んでいる。旧厚生省においては、 大臣官房長を経て保健局長に承認した者が事務次官に就任する場合が多く見られた。なお、厚生労働省は旧内務省警官庁にあたり事務次官経験者はさらに内閣官房副長官や区内庁長官に就任した例もある。総合職職員として75から93名程度採用されている。採用区分は事務官と 農学 1, 理工 4, 農学 2, 農学 3, 農学4,10位の各議官とに分かれている。事務官は、本省、外局、他省庁、地方公共団体等に幅広く勤務する一方、議官は、農業工学は、農村振興局、林学は、林野町、水産は、水産庁、10位、畜産は、生産局など。 専門とする分野を取り扱う部局を中心に勤務し、地方公共団体等での出向時にも、ほぼ専門分野に関連する部局に勤務する。事務官は、事務次官を最高位のポストとして、承認を重ねる。中央省庁再編前の出世のコースは、ある程度定まったものとされ、課長級として、大臣官房の総務課長または、秘書課長を経験した後に、 官房長、内局局長に承認し、食料長長官を経て、事務次官になるケースが代表的なものとされていた。食料長長官は、事務次官への待機ポストともされたが、同調廃止後は、落農や畜産を所管する生産局長経験者が、概ね事務次官に就任している。議官のうち、農学1や理工4の採用者は局長まで昇進する場合がある。 農学さんの採用者の最高ポストは、林野町長官であり、道庁を中心に勤務経験を重ねる。入省8から9年で、森林管理所長総統職に就任し、その後は、森林管理局や林野町での勤務で、課長級までは横並びに承認する。その後は、限られた人数が、部長に就任し、各部長から次長に昇進し、 事務官と交互に長官に就任する。最高ポストは林野町長官であり、事務官と交互に就任する。水産区分採用者は、水産庁内を中心に、地方公共団体の水産系部局のながら、水産関係の国際機関等にも出向する。従来は、水産庁次長が最高ポストであったが、2017年、60年ぶりに、 水産区分採用の議官が長官に就任した。農学にの採用者は地方農政局、地方公共団体の土地改良系部局等にも長く勤務する一方、本省では概ね農村振興局内で勤務する。長らく農村振興局次長が最高ポストであったが、2018年に同次長が農村振興局長へ承認した。 重与予び農学一の採用は、生産局を中心に、家畜改良センターや検疫所での勤務を重ねる。消費、安全局長や畜産部長に就任する例がある。なお、2019年、江藤拓農林水産大臣の発案により、若手官僚による、ユーチューバーバズマフが誕生した。総合職職員として42から45名、程度採用されている。 事務官と議官に分かれている。事務官は、課長補佐級時代の後半に、法令審査委員を大臣官房総務課、秘書課、会計課のいずれかで経験することが出世の第一、関門とされている。また、独立行政法人日本貿易振興機構の、ニューヨーク産業調査員も、同期中有望なものが経験するポストとされている。 入省後20年ほどで課長級に承認し、各課長から経済産業政策局総務課長、大臣官房の参加長を経験すると、ほぼ局長級へ承認が確実となる。特に経済産業政策局長は、経験者の多くが事務次官に就任しているポストである。議官は、事務官より出世は遅く、同一ポストに長く勤務する場合もあるが、 局長級へ承認する者も,もいる。産業技術環境局、資源エネルギー庁、原子力規制庁のほか、文部科学省科学技術、学術政策局、研究振興局、研究開発局への出向等、技術的知識を要するポストで勤務を重ねる。なお、同省では、一般職採用者も、入省後30年ほどで課長級に承認する場合があり、 さらに管区局長や審議官へと上り詰める場合もある。総合職職員として、おおむね105から113名程度採用されている。国土交通省は、議官の勢力が強い巨大官庁であり、キャリア議官が、キャリア事務官と交代で、事務次官に就任する、人事運用がなされている。議官が、事務次官に就任する場合があるのは、国土交通省と、 文部科学省、環境省のみである。また、外局である、海上保安庁の長官、次長には、長年にわたり、キャリア事務官が就任してきたが、2013年に、初めて海上保安大学校卒業生である、プロパーの海上保安官出身者が、長官職に就任した。キャリア事務官は本省を中心に勤務し、比較的早期に、 本省課長に就任する一方、議官は試験職種を問わず、全国の出先機関や地方公共団体の要職に出向することが多い傾向がある。その結果、事務官に比べて議官の昇進は遅いものになる。議官出身者で事務次官に就任するのは議官経験者のみである。従来、議官には旧建設省出身者である道路局長、または 水管理、国土保全局長経験者が就任するのが慣例となっている。両局のうち、特に道路局規格化、水管理、国土保全局化線計画化は、建設議官中心で構成されており、予算配分権限を担うことから、国土交通省における議官権力の源泉とされる。また、道路局、水管理、国土保全局、住宅局、 海事局、港湾局、北海道局では、議官が、局長に就任する。その他、各地方整備局長、一部の地方運輸局長、大阪航空局長、北海道開発局長、国土技術政策総合研究所長をはじめ、国土地理委員長、気象庁長,長官、技術総括審議官などの指定職ポストにも議官が、就任している。これらは、 いずれも技術的知見に基づく行政判断が特に必要とされるポストである。他方、旧運輸省出身の議官からは国土交通省発足後も長らく議官を排出されなかったが2018年7月31日に旧運輸省議官出身者の公安局長が初めて議官に就任した。なお、旧運輸省議官出身の局長経験者が 就任する技術総括審議官は、旧建設省出身者である議官に対する、旧入省側のカウンターパートとして、事実上、局長よりも行為に取り扱われてきた。試験区分によっても、処遇には事実上の差異がある。土木採用者が、最も強い勢力を持ち、事務次官、議官にも、土木採用者のみが就任している。それ以外の、砂防。 建築、官庁衛善部長、機械、電気、電子、自動車局次長、航空局安全部長の各採用者は、一部の例外を除きないに記載したポストが承認の上限とされている。ここ最近は、総合職職員として19から33名程度採用されている。環境省は、事務系、理工系、自然系の3つに分けて、 総合職の採用がなされる。1972年より、環境庁の採用を開始。1971年発足のため、長らく厚生省、大倉省の出向者が、事務次官、局長級、課長級のほとんどを占めてきたが、1990年代より、プロパーの課長が出始め、2008年に、初の生え抜きの事務次官が誕生。 それ以降は2020年まで10人中7人が環境省出身である。長く大臣官房長、総合環境政策局長からの昇格が通例であったが、近年は多様化している。理工系も事務次官に就任することもあるが、自然系は地方環境事務所、国立公園等の勤務もあり、自然環境局長が最高ポストである。ここ最近は、 総合職職員として5名程度採用されている。調査官を経て、採用10年程度でた省庁の課長補佐に該当する、副長となり、一般職では副長まで20年以上かかる。かつては15年で、上席調査官や管理官など課長級となり、全省庁で最短だった。現在は、課長級まで20年以上かかる。審議官級から選抜され、局長を経て、 事務次長から事務総長となる。退職後は検査官や会計検査委員長となることもある。ここ最近は総合職職員として27から33名程度採用されている。自衛隊員の身分はほぼ全員が特別職国家公務員である。このうち事務官が防衛省のキャリア組とされる。分官である防衛キャリアは政策的検知から 防衛大臣を補佐するのに対し、武官である自衛官は各幕僚幹部等に所属し軍事的検知から大臣を補佐する。自衛官は制服を着用していることから制服組と呼ばれるのに対し、防衛キャリアは背広を着用するため背広組と呼ばれる。防衛キャリアは20代後半で部員と呼ばれる多省の課長補佐に相当するポストに昇進し、事務官は 事務次官等の最高幹部まで昇進が可能である。一方、議官の防衛省愛主採用者は防衛装備長、長官等が最高ポストである。防衛省通詞試験採用者等が部員総統級へ昇進するのは早くとも30代後半以降になる。他官庁では政策系部局と実施系部局が混在しているが、防衛省における実施系の部局は、 各幕や機関等に属するため内局は全体として政策系に限定された業務を担当する。この関係でキャリア組の人事移動が狭い範囲に限られる賛否両論がある。2006年の旧防衛施設長技術審議官他3名が天下りを背景にした完成談合で逮捕された防衛施設長談合事件に際しては 不適切な官民関係が形成された原因の一端にかかるがあるとの指摘もなされた。防衛庁発表資料などからはこれらセクショナリズムの弊害を試みていることが伺える。防衛庁のキャリア採用は1955年開始である。1970年代後半頃まではキャリア職員の採用数が局長級ポスト数を下回っており、また 民間企業経験者の採用もあり、キャリア職員の能力型省庁から格段に、見劣りすると評する向きもあった。長く大倉省、警察庁などから送り込まれた出向者により、課長級以上の主要ポストの多くを占め、装備局長は、通商産業省、衛生局長は、厚生省、経理局長は、大倉省出身者の指定席とされ、植民地官庁と、 揶揄されてきた。キャリア採用は採用者が5から10名の時代が長く、前後数年の期まで一括で、人事運用がされることが多かった。防衛庁プロパーの事務時間は1988年の西広世紀が初めで、2000年以降は11人中9人がプロパーである。近年のキャリア採用人数の大幅な拡大と、学生間で防衛省の人気が高まりなどを経て、 現在では、内局課長級以上のポストのほぼすべてを、プロパーの職員が占めている。武漢の内士官に相当する、幹部自衛官は、キャリアとは呼ばれないが、制服最高ポストである、統合幕僚長を頂点とし、陸、海、空の各幕僚長まで登り詰めることが可能であり、指定職ポストは、事務系。 技術系を合わせた文官ポストの指定職よりも多く、指揮する部下の数や責任を持つ装備品の金額も桁違いに多い。幹部自衛官は基本的に防衛大学校出身者及び一般大学出身で、幹部候補生採用試験により採用される。一般幹部は1位までは横並びに昇進し、以後、処遇に異が生ずる。 上級の幹部を養成する幹部学校等で教育を受けた者は、一佐までの承認がほぼ確実視される。このことから、幹部学校等の指揮爆料過程を収めた自衛官について、文官のキャリアに相当する処遇がなされていると捉えられる。一佐は、各爆僚幹部の課長職や連隊長、官長等に補せられ、数百名の人員を指揮し、 場合によっては1000億円を超える装備に対する責任を負う。師団長や司令官、各幕の幕僚長、部長等は、召喚のポストである。防衛医科大学校医学科出身者は、医師国家試験に合格すれば、医科幹部として、任意で任官する。防衛医科大学校看護学科自衛官候補看護、学生出身者は、看護師国家試験に合格すれば、看護科幹部として、 三位で任官する。行政組織法上の特別の機関たる統合、陸上、海上、航空爆料幹部は、大本屋へ、陸軍省、参謀本部と海軍省、軍令部両方の機能を持っており、それを内局が内閣の一員の省として調整するという組織構成である。つまり、軍政、軍令を内局、 幕僚幹部が完全に分化して所掌するのではなく、幕僚幹部の軍令、軍政事務を内局が包括的に管理し調整するという融合型の組織形態が取られている。企画立案、政策実施を2段階で行い、内局と幕僚幹部とは相互に同程度のカウンターパートが存在する。この点で幕僚幹部の課長は、また、 中央省庁の課長級と同じ職階であり、戦前における陸、海軍省の課長と同等の職階と捉えられる。なお、頻繁に各幕に勤務する、旧軍の軍官僚に類似した、キャリアパスを歩む、自衛官も多数存在している。裁判所は、日本国憲法の三権分立の原則に基づき、行政府より独立しているものの、裁判所職員の身分は、 特別職の国家公務員である。裁判官以外の裁判所職員には、人事院実施の国家公務員、採用総合職試験とは別に、裁判所職員採用総合職試験により、採用されるものが存在するが、司法行政の中心をなす最高裁判日書、事務総局の事務総長、事務次長及び各局局長は全て裁判官によって、占められている。 三権の一部であることから裁判官以外のキャリアが担当する指定職ポストも少なからず存在しており、大庁の事務局長や主席家庭裁判所調査官等は、おおむね一般行政職の指定職報級表に、準じた報級が支払われる。これらの中から一部の人間は最高裁判所大、法定主席書機関や最高裁判所事務総局。 家庭審議官など最高裁判所における重要ポストに上ることもある。2013年8月1日付で最高裁判所大法廷主席書記官に初の女性が起用された。なお、別途試験を受けることにより、簡易裁判所判事や執行官、副検事などへの道も開かれている。キャリア制度については、優秀な人材の誘致、幹部職員の早期育成、 高い指揮の維持といった観点から、その有効性を評価する意見がある一方で、戦前の高等文化試験を継承し、法令に何らの根拠を持たない、非民主的システムとの批判がある。そもそも、国家公務員法は、職員が民主的な方法で選択され、かつ、指導される、すべて職員の任用は、能力の実証に基づいて、これを行うと、 職員の民主的な任用のために、成績主義を根元原則として規定しており、採用時の一回限りの試験で、幹部職員の選抜を行う、人事管理は想定していない。過去の国家公務員採用上級講主試験も、愛種試験も、人人規則により創設された単なる大学、卒業者を採用するための試験の一つに過ぎず、それに合格し採用されることは、 幹部候補としての資格、免許を法制度上を与えられるものではない。キャリア職員を中心とした、早期退職勧告がいわゆる、甘下りの温床となっていること、採用時の1回限りの試験で、幹部要員の選抜を行うため、優秀なノンキャリア職員の意欲をそいだり、キャリア職員の誤った特権意識につながる場合があるなどの問題点が、指摘されている。試験区分。 出身大学及び性別による差別も問題化している。特に事務官と議官の確執は根強い。例としては、旧建設省で議官キャリアが事務官とのパワーバランスにより、1949年より事務次官就任への道が開かれたことが挙げられる。内務省が存在していた1935年土木局で議官、 事務官の人事面における内紛が勃発した。当時、局長、課長等の主要ポストに就任できたのは、法文系の事務官のみであった。社会資本整備で、議官主導が最も必要とされた、土木局で、議官は、ことのほか、別視されており、昇格したとしてもよくて、地方出張所長等に甘んじるなど、長らく苦りをなめていた。当時の土木局議官だった。 青山市でさえも、議官でありながら一度も、本省勤務できなかったありさまであったと言われる。議官の不満は、戦時中に待遇改善の是正などを求めたが、受け入れてもらえず、宮本武之助ら議官の不満は頂点に達した。結果、内紛が生じ、青山がその責任を取る形で議官を辞職した。ノンキャリアとは、公務員試験で、 国家公務員採用総合職試験以外の試験に合格し採用された公務員を指す属称である。講義は地方公務員も含むがキャリアの概念が一様でないためノンキャリアの概念も一律に定義することは難しい。キャリア制度の下ではキャリアでないものイコールノンキャリアは事務時間など行為の職への昇格、昇進が望めず、 現状ではどんなに出世したものでも、本省の課長級までの昇進で終わることが多く、同じ課長職であっても、キャリアが着任するポストとは分けられていることが多い。そのため、ノンキャリア職員のモチベーション維持や、身分性的な待遇差から生じるキャリア職員との感情的な圧力などが問題となっている。近年では、 ノンキャリア職員の高学歴化が進み、キャリア職員との待遇の格差が、以前ほどの正当性を得られなくなってきたとの指摘も、ある。昨今のキャリア制度批判を受け、最近はわずかではあるが、ノンキャリアにも、指定職など幹部への扉が開きつつある。2011年、外務省領事局長に初めて、ノンキャリア出身のキャリア職員が着任した。ただし、外務省のキャリアは、 外務公務員愛主試験であったため、他省庁と若干相違があることを留意しなければならない。2013年に法務省強制局長に、検事以外では初、さらに、ノンキャリアの刑務官出身職員が着任した。2014年には、高校卒業後東京国税局に採用された、ノンキャリア国税職員が、出向先の静岡県で副知事に就任し、 ついで財務省主計局主計官や北海道財務局長等を歴任した。人事院はノンキャリア職員の幹部登用を進めるため、1999年に通種、スリー種等採用職員の幹部職員への登用の推進に関する指針を作成し、各省庁に対し、計画的育成者の選抜、育成を促すとともに、人事院公務員研修所で通種、 スリーュと採用職員の登用研修を始めている。2019年には、文部科学省初等中等教育局の局長に、高校卒業後に、国家公務員採用初級試験で入賞した、ノンキャリア職員が起用された。平成24年度より、国家公務員採用アイシュ試験、通詞試,試験及びスリーュ試験は、国家公務員採用総合職試験及び、 一般職試験などに再編された。ありがとうございます。